こんばんは、若松宗男チャンネルでございます。今日は9月の8日でございますね。いやー早いですね。今年ももう3分の2が過ぎまして、もうあと4ヶ月足らずでございます。まあ去年からね、この本当にもう誰も想像しなかったね、このコロナの感染があってね、まあ大体ね、みんな1年くらいである程度先が見えるんじゃないかなというふうに思ってたと思うんですけれども、いやーなかなかしんどい状況になっておりますね。まあ9月ともなればね、もう季節も秋でございますね。9月7日にはまあ白露、これが過ぎるともう秋というような感じで、まあ普通であればね、秋はいろんなお祭りがねたくさんあったりするわけですけれども、鎌倉の鶴岡八幡宮の流鏑馬、それからあの有名な大阪の岸和田のだんじり祭りっていうんですかね、それからその神奈川県の寒川神社の例祭とか、それからこの小田原にあるね、もう大雄山、西条寺、同僚祭っていう、大祭があったりいろいろありますけれども、まあとにかくね、やっぱりこのコロナの状況ですから、まあね、予定通り無事に、行われるのかどうかっていうのは心配でございますね。やっぱりね、このお祭りっていうのはね、やっぱり人間のね営みの中で、まあとってもね大事な一つの行事でございますのでね、やっぱりこう日々ね、こう我々生活してますと、どうしてもねこうまあ心にまあ邪気っていうんですかね、そういうのがこう積もってきますよね。やっぱりね、そういうこう邪気を払ってね、やっぱりもっとこうすがすがしい、まあねピュアな心に、やっぱりあのうまくそういうふうにしていかないと、本当にね心がもう邪気でいっぱいになっちゃいますからね。まあせめてね、このコロナの状態で、まあ、いろんなことができなくてもね、やっぱりこう、まあ、自分、まあ、やっぱり自分自分でね、やっぱり対処するしかないと思うんですよね。まあそのコロナに気をつけながら、なかなかね外出もできない状況ですけれども、まあできない時ほどね、やっぱり今までできなかったなんか自分の好きなやつをね、こうずっと追求してやってみるとか、ね、なかなか時間がなくて、今までやりたくてもできなかったことをねやってみるとか、やっぱりこう自分自身をねこう顧みる、やっぱり自分自身をこう顧みるっていう一つのこの継承かもしれないね。やっぱりね、自分自身を顧みるとね、やっぱりこうなんていうの、こう他人に対する配慮、そういうのがやっぱりこう強くなってくるんだよね。だからやっぱりこうね、自分自身を顧みるっていうのはとても大事なことでございますので、まあね、こう普段は忙しいということで、なかなか顧みる時間もね、できにくい状況でございますけれども、まあとにかく、今年もねあと4ヶ月弱でございますので、まあいろいろとねこう何があるか分かりませんので、まあできるだけ、まあ用意周到、心のこともさることながら、やっぱり、周りに配慮しながら、コロナに気をつけながら、まあ本当にすがすがしいね、せめて気持ちで、残りのこの4ヶ月、ですけれども過ごしていければ、
いいなとふうに思っております。またよろしくお願いいたします。ありがとうございます。